おはようございます。おはようございます。スミスの中村武史です。神野あずさです。辻春人です。さあ中村さん、今日は何を狙っていくんでしょうか。爆風でしょ。めちゃくちゃ風吹いてますね。船出れなかったんですよね。なるほど。というわけで、はい、秋、メッキ、うん、まあ、ここ同じく琴引きもいるんですよ。琴引き、はい、でそれとあとね、あの大物旗なんかもちょっと狙っていこうかな。へえ、うん、今回のポイントは今日はですね、外が大荒れですので湾内の波の影響のないところを点々としながらガンアンドガンと狙っていきたいと思います。でちっこいルアーがいっぱいあるから、はい、それで頑張りましょう。行ってきます。行ってきます。楽しかった。大物旗ポルペス、よっしゃー。でかい。選抜を勝ち抜きました。 AK を放っていて、僕は、メワペンメバルのね、これあのカマスメッキカラーって、あの透明じゃないやつね、これ使います。僕のはほらトップやから追ってくるのが見えるでしょ、うん、あ、出た。お、出た。いますね。いるけどちっちゃいですね。うわ、見た、今の見えた。うわ、拾ってきたのに。イエーイ。やっと食ったよ。ウェイビーね、トップじゃなくてちょっと水面の中に入れたら食ってきましたね。やりました。グググッと鳴いてるよ。お、バイバイ。 AKM48 なんかかっこいい。バランスついて、バランスついて、イエーイ。やっ釣れた。なんだっけ、なんだっけこのルアー、なんだっけ。 AKM48 釣れた。銀河メアジ、クエクエ言ってます。ここはどんな感じですか。加工、加工、うん、加工で、ここはメッキと、うん、中に行くとあの琴引きとかもいるんだけど、うん、はい、もしかしたらちょっとこのここの加工の出口に潮が回ってくるかなと。あ、なるほど、うん、おわ、追ってきてきた、追ってきてた。メッキは入ってそうです。おっしゃー、食ったー。キラセイゴ、キラスズキのちっちゃいやつ。あ、そうだな、ここはこれいるよな。ね、キラスズキのちっちゃいやつやりました。AKM48。ちょっとトップで反応を見てからでしょうかな。あ、来た。こう釣れた。まず釣れた。やった。ルアーをまたまた AKM の48、かわいい。メバペンの場合はゆっくりまっすぐこうタノ巻きで引くのがいいんですけど、琴引きとかメッキだったらこうやってツイッチの竿先揺らして、そうするとほらすごい毒を吸うでしょ。これこれ、あ、すっげえちっちゃいんだけど、これ琴引きだ。うわー、およ、こう、あのドッグウォークが
メッキとかね、トリッキーなアクションが来るんですよね、コトキとかね。おー、乗った乗った乗った。わー、すごい。でもこれね、多分皆さんが釣ったやつよりはるかに小さい。おーわー、かわいい。トップで出てくれましたね。かわいい。お、来た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 。うわ、いっぱい来た。あ、かわいい。めちゃめちゃかわいい。こいつをかけるのは難しいんですよ。ムバペンメバルでコト引き。来た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 。あ、お、あ、食った、あ、食った、あ、あ、バレた。来た、よっしゃ、やった、バレないで、やった、コト引きというわけでやりました。もうずっと追ってくるやつをね、なんとか食わせようと思ってやったんですけど、トワディ食ってくれましたね。これコト引きですね。ちなみにね、このコト引きは釣り上げるとググググよく鳴くんですよ。その鳴き声が、その日本の弦楽器のコトってあるじゃないですか、その音色に似てると一説では言われて、コト引きっていう名前がついたらしいです。お、来た、よし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 、ね、ダブルヒットだよ。お、ほんと、あ、たたたたた、コト引き、コト引き、ちょっとセコテのめっちゃちっちゃいミノにしてんけど、ちっちゃセコシラスミノ。もうこのサイズ釣るのが難しいんだよ。これさ、うん、なんで AKM かっていうと、うん、銀紙アジのアジね、アジでカマス、うん、ベバル、うん、オーティエイト、4センチ8ミリ。アジアジ、かわいい、めっちゃアジだよ。違うので、ほら、ちょっとこれ面白いんだけど、メッキカマス選抜が色付きね、ほんでメバル選抜がほら、クリアな、アイドルみたいじゃん、なんか選抜作っちゃって。そうでしょ。はい、好きなカラー。これにしてみよう、AKM48。 それシンキングだからね、根掛かりだけ気をつけてね。お、そこの一発、一発です。釣れた、釣れた。おー、一発、うわ、やった。 AKM48 でコト引き一発、選抜を勝ち抜きました。ギンギラギンのAKM48。 かわいい。また釣れた。お、すごい、今度は違う。あ、フグだ。フグ。超かわいいんですけど。すごいな、一刀一撃やな。うん、そうよ、ぷくぷく。さあ、はい、結構移動してきたんじゃないですか。3時間半ほどね。いやいやいや、いやいや、寝てただろお前ずっと。2時間もかかってないですよ。ランアンドランですからね。さあ、メッキとかのね、ミノーの動かし方なんですけれども、シーバスとかだとこうただただこう巻いてくる方が良かったりするんですけれども、メッキはねちょっと違って、トゥイッチを入れた方が反応がいいです。でなぜかっていうと、こう細かいトゥイッチを入れると、こうミノーがですね、こう右左右左右左ってこうプル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 って動くじゃないですか。こういうパニックアクションにすごい反応するんですね。よっしゃ、食った。ほら、メッキAKM48 で、メッキ、おっしゃー、でかい、よっしゃー、でかい。本日最大級メッキ、めっちゃ引いた。AKM48 大活躍、やりました。これね、チェリーブラッドの7センチのドリフトするタイプで、上をドッグホグさせてみようかなと。このぐらいのサイズでも多分いたら反応してくれると思う。おー、出た。おい、
メッキーね、本ワーク通り7センチの、まあ、風があるからね、もうちょっとこのぐらいの大きさじゃないとね、うまく操れない。これはなんかものすごく小さいものかかったぞ。出た、大間畑本命やっと来ました。結構ね、休日やから結構叩いてるんですね、朝からね、何人か来て。ゴブリンの 14g、 せーの、しょー、バイバイ。おかっぱり急遽行こうってなったじゃないですか、うん、そういう時にこう何をルアー、うん、持っていけばいいのかなっていうのを教えてもらいたくて。河口とか浅いところはどうしたって根掛かりがしやすいから、うん、やっぱりトップは持ってきた方がいいんですよ。あ、トップ良かった、うん、すごい魚もついてくるの見える。いるかいないか分かるでしょ、うん、でメバペみたいなやつね、はい、で、ちょっと肩大きいなとか、飛ばしたいなとか、うん、深いところから浅いところのこう駆け上がりのちょっと下がるところは大きいトップがいいから、7センチぐらいのトップと、はい、ちっちゃいトップと、まあ、これはぐらいの種類は2つを持っておいた方がいい、ね、はい。でやっぱり魚がいた、そしてトップに来るんだけど乗らないっていう時に、うん、ミノってなるじゃない。これルナメバル、フローティングのミノと、はい、これやっぱ浅いところは、うん、ね、あんまり潜っちゃうと根がかかっちゃうから、はい、でフローティングのミノと、で止めたらサスペンドするかゆっくり沈む、ちょっとウエイトのあるミノ、うん、これを飛ぶしね、うん、でなおかつあなたがいっぱい釣ってた AKM、 これ良かった、うん、動かしやすかった。これファーストシンキングね、うんうん、でこれはね、こう堤防 の、 かあの壁も沈めといて、壁をずっとこうやって探れる。さっきそれやったらすぐ笛台が釣れたんですよ。こういう使い方できるこの3種類、はい、それから大間畑釣るのにボトム叩く泳ぐジグね、こういうのを 7g とか 14g ぐらい持ってれば、まあ、このぐらいの種類持ってれば楽しめるめちゃくちゃ楽しかったもん、うん、これで釣れなかったかこうとかするんだったら、このぐらいのバリエーション持っておいた方がいいかな。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、おー、当たらん、おー、当たった、当たった、持ってった、おー、ダブルヒットやったーボブリンの 14g、 中村さんと一緒です。よし、来た、おー、あー、私もやりました。私はね、ボブリンの 7g ふわふわと走ったらゴスンと持って行ってくれましたよ。ほら、大間畑どうだ。大間畑肩はずっと一緒もう掴んだぞ。大門旗ホルです。お疲れ様でした。言った通りに釣れましたね。ね、めちゃくちゃ面白かった。言った魚種は全部釣ったんじゃないですか。ですね。爆風やったやんかさね。はい、初めからこう風裏来てなかったね。はい、そこに応じていろんなルアーを使い分けていくといっぱい釣れると。はい、次は船。そうですね、はい、次こそは船、次こそは健康に恵まれることを祈って、はい、はい、次回またさよなら、さよなら。